確かに、イチローすごいやん、今。すごいよ。大リーグの。大リーグの。あのイチローを、心の底から、祝福的に俺はいる。イチローの話するとき、お前、ほんま歯食いしばってんもんな。歯食いしばってる。歯、ほんでな。愚かやろ、歯食いしばってる。いや、歯食いしばってるの愚かちゃうよ。それ、イチローと言えても、背中を落とするガッツはすごいよ。同い年やからね。それやったらすごいよ。お前は、イチローの不幸を願うやろ。それはあかんって言ってんの、俺は。あ、わかる。うん。わかる。俺、不幸願ってるって、お前にそれ言ってないで。不幸願ってるって言うんじゃなくて、俺がほんまに思ってんのは、チンチンめっちゃちっちゃかったやねんなと思ってる。あったか、あら探すなって。めっちゃちっちゃかったやのにと思ってる、俺ほんまに。あんな、あんだけ、すごい一郎やで、うん。めっちゃ綺麗な形してるに決まってるやん。あそこまで？毛なんかちょっとやで、多分。いやいや、毛は多くてもええけど、わっさーってなってないと思う。お前そこでも負けたら俺どうしたらええねん。もうしゃあない。だから、もうそれを引きずり下ろす考えは無理やって。もうお前ほんま手の届かへんところまで行ったから、下ろすのは無理やわ。すごすぎるやろ、でもお前今あんな、人類史上、今アメリカで一番すごい野球選手とか、世界で今一番すごい選手じゃなくて、人類史上やろ。うまい、一番いい選手になりかけてんねん。もうあの記録を最多安打を塗り替えたらね、うん。うん。これはね、すごいよ。お前って言える？同い年やで。言えるわけないやんか。なんでやねん、忘れんなよ、お前。言おうぞ。言おうよ。で、言う、どう言うねん、いきなり。もし、なんかでお前そんな対談とかなったとしても、言えるか？どう、お前頑張ってるよなーって。知ってるよ、俺、お前のこと。俺も、怖い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 。今年12月、読売の、あの、髪型漫才の芸書してる、あれ撮ってん、俺。いや、そ去年やし、ほんで。あ、去年か。今年の12月、まだやって、お前、もう。去年お笑いの賞を2つぐらい撮ったことを、まあ言う。アップかませて。アップかませてへんって。そんな、何ですかって、もう一回言わされんの、お前。え、何が。だから、OBC 上方漫才大賞の新人賞、まあ、フットボールアワーの次。フットボールアワーを出したんや、ほんで。フットボールアワー知ってる。そんなんなるって、フットボールアワー知ってるから入るのかしら。1位で俺らが2位みたいな。いや、そう、あかんって。それは。すごいな。もし、な、自分のオカンが、イチローと付き合うとかなったらどうする？あ、お前あれか、もう今どうせオカン一人やし、それは素直に喜べるか。あ、そうなんやと思うな、別にそれは。イチローが俺のおかんを持っていくならば、うん、俺は嬉しいと思うな。お前何言うてんの、ほんまに。はぁ、あ、お前が考え出したわけのわからん妄想で、出た結果、うん、ほんまに嬉しいと思う居酒屋のカウンターの隅っこで言うてくれや。なんでやねん。いや、他の男やったら嫌やねん。お前、お父さんやで。イチローがやろ。うん、お父さんって言わなかった。かめへん。何のお父さん、何言うのお父さん、同い年のお父さんに何話しかけんの。そらお前、何キャッチボールしようや。取れへんで、多分あとバゴーン当たって、さすがレーザービームやな、お父さんって。そっからイチローめっちゃ打てへんようになるんちゃう。俺年一緒の息子おるやんけってなって、いや、もうあれをしたいわ。俺が投げる球打ってほしいわ。ああ、なんかめっちゃ低い球をパカン打つからね。何球掘ったら空振り取れるかな、お前が掘って。ああ。10球ぐらい。いや、絶対無理やって。空振りやろ。ああ。空振り絶対無理やって。絶対せよ。俺のシンカーでも。いやいやいや。お前、シンカーの握り方知ってんの、お前。知らん。知らんやろ。一番打てなさそうな変化球言うのやめろって。ほんまに野球やってたんか、お前。やってたわ、おい。京都で1番、近畿で3番のチームのファーストの5番じゃん。いや、だから。ただ、高知に親戚のおっさんがおったから。怪しいやん。野球で縁故ってあんまないで、お前。就職やないねえから。ああ、いや、まあ、ええ、でも、話題かよ。いや、もうそれ変わらへんって。それ変わらへん。いやー、でも、俺ほんま自分の彼女が一郎に持っていかれても俺嬉しい。お前そんなんばっかり考えてんのか。自分の何かが一郎に取られた時のことばっか、お前よう言うよな、それ。ああ、気をつけろと。その前や、日本がサッカーでワールドカップで騒いでる時も自分の彼女が取られることを考えてんのかとか。ああ。それおかしいってほんまに。いや、でも、おかん持っていかれたら俺の親父も喜ぶと思うよ。俺親父が悔しがってたら、うん、その親父の背中こそ小さいと思うわ。ええやんけと、一郎が持っていくんやったらと。あんたが40年間愛した女間違いじゃなかったやんけと。そのな、その言葉だけ聞いたらそら悪くない感じすんねんけど、最初から聞いたらほんま頭痛なってくんねん。
でも俺は喜ぶな。落ち込ん、親父も落ち込めへんと思うな。おー、まあその回想別れるとなったらそのな、お金ポンともらえるよ、お前の。お前は多分、お前は多分親父引き取られるから、一郎と関係なくなるけど。あ、ほんか、お前。お前ついできても絶対引き取ってもらわへんって、そんなお前。えらい損害やって、一郎からしたら、息子を、大きい息子できましたって、お前出てきたら、ええー、ってなるから、やっぱそれは、もうお前親父に親権取られるわ、いらんって言われるから。いやいや。その代わり金はもらえるって安心せえ。たまに遊びに行って、お前バットとか盗んで帰る。ほんでお前、インターネットで売るの。いや、だからそんなんするからって。お前あるしな。あれバットがない。まだ高志来たんちゃうんだよ。ああ、で、鍵しとかなあかんって言うたやん、とかって。そんな子じゃないねんけどな、とか言って。あ、おかんが。うん。ああ。そんなんで息子の肩もつんか年一緒やからって言って、なんでそんなわけわかんないついていかなあかんだよね。気楽に話したらええねん。じゃあもう心から祝福してね。そうやで。あ、筋肉君、この話してるけど、筋肉君なんかめっちゃ気楽やったで。ああ、そうやった。この、記録破ろうとしてるな、やつが、死んだ年に、一郎って生まれたらしいっすよって言ったら。あ、この、今までの最多安打記録を持ってたアメリカ人が、死んだ時に一郎が生まれたらしいっすよって言ったら、筋肉君は、それって、生まれ変わりちゃいますか？みんな思ってたよ、それって。お前がすごい確信ついたみたいに言うなってみんなに責められてわーってなってたわ。生まれ変わりちゃいますかって言うた。そう。それを言うたら多分一郎は一番怒ると思うよ。関係あるか俺の努力やと。あ、俺それで俺はちょっと気に入られるやな。いやいやお前。そんなん言うてくれたんよっさんだけやで。マジでみたいな。あ、そう。お前なんか今日お前と飲んでたら楽しいわ。